ミラノビスタジオ。ミラノビスタジオ。ミラノビスタジオ。さあ、この番組はキンプリ大好き芸人の僕たちがキンプリが出演するテレビやラジオ、ライブなどについてお話しする YouTube のラジオ番組となっております。通勤、通学、お休み前にゆるりと聞けますので、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。僕らはキンプリを楽しく明るくお話ししております。永瀬廉くんが、うん、本田美優ちゃん、あのフィギュアスケート、はいはいはい、本田美優ちゃんのコメントに、はい、鼻水が出たっていうお話です。鼻水話、鼻水話で、鼻水話で、最近ちょっとね、はい、あの料理対決のお話が続いてるんですけれども、はいはいはい、料理対決の説明した後に、うん、まあ、キンプリの二人はいつも高級食材、うん、で、うん、でプロの料理人は お安い材料で使って、うん、でその説明を受けた時に本田美優ちゃんはもう衝撃を受けて、こんな高級食材を使ってるのに、うん、お二人はいつもおまけになられてるんですかっていう言った瞬間に、キンプリの二人がもうあまりにも的を得て爆笑して、そこでレン君が鼻水出たわっていう、鼻水出たわって受けすぎて、まあまりにね、的を得て、的を得すぎて、もう言い返す言葉なさすぎて、それにもう笑ってしまって、あまりにも自虐で、で鼻水出たわっていう、なるほど、はい、もうその返しもおもろいし、面白いですね、面白いですね、鼻水出たわとかも平気で言っちゃうスーパーアイドル、スーパーアイドル、これは幅広いですよね、幅広いですね、幅広いですね、そんなことを言っても嫌いになる人いないもんね、ね、そうですよね、そう、鼻水出たって不吉みたいな、いやだめ、誰ファンやめます、いや誰だ、鼻水出るんだったらアイドルじゃありません、やば怖っ、鼻水出るとかトイレ行くとか、そんなん言わん、そんな人いません、アイドル。古いタイプの考えな、昭和初期の。とかをもうぶっ壊す、鼻水出たわで、笑いにする。おるまで、この先の人。この時で逆に。それをしっかり笑いにしても、違和感ない、レン君。なるほど。そうですよね。かっこよかった。これが、ね、のび太が、僕がなんかボケて、うーとか言って、ブワーって笑って、鼻水出たわーって言ったら、もうみんな、はぁみたいな。知らんって言ったら、汚いみたいな、汚いんですけど、まず、平行で笑う、終わってんだよ、もう鼻水行くまでに、ポーってやったら、俺が笑ってって、もう、その時点でも切る、はぁみたいな、へぇ、女の子いてるし、鼻水出るし、なにこれ、汚いチャンネル、まあ、フォローはするけど、いや、ずっとかい、ええやつやんな、意外とええやつやな、友達にも一応広めて、広めんのかい、どういう感情は幻滅しましたわ、幻滅しろ、ほんまにグッドボタン押しとけ、押すんかい、押してんのかいってなるで、いや、ええやん、お広めてくれてんの、いいわ、それをレン君はね、堂々とメディアで鼻水出たわって言って笑いにするね、幅広いアイドル、これはもうね、もうほっこりしますよね、ほっこりしますね、それはね、どうですか、鼻水は出るんですか、鼻水トーク、鼻水トークじゃない、水トーク、水トーク、水トークじゃないです、ないですよね、なかなか自虐ってやっぱ難しいですから、アイドルなんか特にやっぱちょっと一昔前だとなかなかね、うん、それこそトイレも行かないっていうのがボケじゃなかった時代、一昔前は、一昔前じゃないかもしれないけど、もう十昔前かも、十昔、まあほんまにそうか、ね、そんなあれだったから、うん、やっぱほんまに幅広いですよね、今時のアイドルはね、まあね、下ネタを別に言ったりする人もおるし、確かに、ね、ただ幅広いっていう意味では、うん、よくもあるけど、そんなに未成年同士っていうのもあるかもしれんくて、さっきその本田美優ちゃんが出たけど、うん、はい、そのお姉ちゃんの本田マリンちゃん、マリンちゃん、はいはい、彼氏とイチャついてる動画を、あー、なるほど、それはやめてほしい、やっぱりそこは公表したとしてもイチャついてるさえ見せねえじゃない、ちょっと分かる、そこは別にそのよくインフルエンサーとかで彼氏 YouTube、カップル YouTube チャンネルでイチャつくのはそう、カップル YouTube チャンネルやからさ見るけど、本田マリンちゃんがイチャついてるとか見せねえんじゃない、そこは見せんといてよ、最初に言ったそのボケでできたファンのやつや、ごめんなさい、見せるだけって言ったやつや、そこはもうフィギュアの美しい氷の上で彼氏と、あの彼氏のね、すごい選手、ちょっと今出てくるから申し訳ないですけども、ちょっと目が合ってニコって笑う程度にして、ちょっとこう
氷のね、上で目が合ってニコッとするぐらいで収めといた、はい、そう、二人は恋人なんだねで、それを同じ画面で二人映っていう、イチャツくんはやめてほしいです、それはちょっと氷のね、氷と氷の間で目が合っちゃった、合っちゃったニコッてするぐらいで、あ、二人は付き合ってるんだね、応援するよ、悔しいけれども、僕は涙をぐっとこないと応援するってできるけど、同じ動画にイチャツくんはやめてほしいんですよね。それはさすがにやりすぎじゃないか、それはまだ冗談だね。でグッドボタン押すんだ、みゆちゃんの一応グッドボタン押しますけどもね、お似合いのカップルですね、コメントするのか、自然な笑顔が可愛いですね、送りますけど、めっちゃ同じ画面上でイチャイチャ、それはまだ違うんじゃないかと、それは違うんじゃないか、声でかい、声でかかったな、声でかかった、一番声でかかった、もうね、それを見てみゆちゃんはどう思ってると思ってるんだ、どう思ってるか知らんけど、妹の前で彼氏の人ついてどういうことだ。ね？いや、ねえじゃないよ。どう思いましたか。見てないでしょ、知らんよ。え？あ、そう。やばいなと思いました。ね、A 君が花水の言うて。花水言うて。そう。うん。まあ気持ちわからんでもないですけど。ああ、そうだね。見せつけられるから。ということです。幅広い、幅広いっていうのもどうかな。どうかです。そういうテーマやったそれ。幅広い。幅広いっていうのもどうかな。どう思いますか。思いますか。幅広さについて。はい。